玉木のたい焼きや回転にゃ、食後のおやつに一ついかがかにゃ。玉木さん、たい焼きください。私にももらえるかしら。毎度にゃ、すぐに準備するにゃ。これは嬉しい悲鳴にゃ。お昼ご飯も食べられないぐらい繁盛するにゃんて。でもこれじゃ午後から体が持たないにゃ。猫の手も借りたい気分にゃ。いいのかにゃ。ありがたいにゃ。たい焼きと一緒でこのシンプルさがたまらないにゃ。あれ、いない。たい焼き今日は終わっちゃったのかな。味わってる場合じゃないにゃ。待っててにゃ、今すぐたい焼きを焼くから。手伝うって、それは助かるにゃ。私が作るから君は注文を取ってほしいにゃ。報酬はもちろん、たい焼きのまかないをお腹いっぱいごちそうするにゃ。君、ありがとにゃ。おかげでたくさん売れたにゃ。でも一人でできることは限られてるし、もっと効率よくたい焼きを作らないと厳しいにゃ。これはついに工場で学んだことを生かす時が来たにゃ。私が自動たい焼きメーカーを開発するにゃ。仕事が終わったら早速チャレンジにゃ。今日もよく働いたにゃ。工場長から使用許可をもらったことだし、早速取り掛かるにゃ。あれ、どうして君がここにいるにゃ。もう帰ったのかと思ってたにゃ。そのやる気に満ちた顔、もしかしてまた手伝ってくれるのかにゃ。さすが私の相棒にゃ。それなら歓迎するにゃ。とはいえ、これは私の挑戦でもあるにゃ。君はアドバイザーとして私をサポートしてほしいにゃ。それじゃ早速、とりゃ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 ーにゃー。というわけで、ワンダーバックニャン号アルファ完成にゃ。ふっふっふー、見た目で判断したらダメにゃ。説明するにゃ。私が背負っているこのカバンは、中で勝手にたい焼きを焼いてくれるようになったにゃ。つまりただの道具入れからランドセル初の自動たい焼きメーカーに進化したにゃ。まあ自動といってもこのリモコンで操作しないといけなくて、とにかくたい焼きを作らせてみるにゃ。見てるにゃ。カバンの中で作られたたい焼きは、内蔵しているアームが取り出して私に渡してくれるにゃ。ほら、こんな風に。ん？アームがたい焼きを持ってこにゃい？おかしいにゃ。接続がうまくいってないのかにゃ。それならリモコンをふんふんふんって振れば、やっぱり動いたにゃ。さあ、たい焼きを持ってくるにゃ。くすぐったいにゃ。どういうことにゃ。君、早くこのアームを止めるにゃ。って、何、人の体を触ってるにゃ。私からアームを引き剥がそうとするんじゃなくて。とにかく、カバンの下にあるスイッチを押すにゃ。死ぬかと思ったにゃ。これは失敗作にゃ。次にゃ次。というわけで、ワンダーバックニャン号ベータの完成にゃ。今度はアームが暴走しないし、ついでに新機能もつけてみたにゃ。やっぱり甘いたい焼きを食べたら熱いお茶が飲みたくなるにゃ。というわけで、
ワンダーバックニャンゴーベータ、お前の底力を見せてやるニャ。よしよし、今度はちゃんとたい焼きを持ってきたニャ。それにお茶も。まずは私が試食ニャ。お、まずおー、内臓した材料だけでどうやったらこんなまずいのができるニャ。とにかく口直しのお茶を。あっつー、火を傷したニャ。私猫舌なの。ということで、100回目の正直いくにゃ。ワンダーバックニャンゴーアルティメット、これまでの成果を証明してやるにゃ。大丈夫にゃ、偉大な発明家たちは失敗を失敗と言わなかったにゃ。つまり当たって砕けろ精神にゃ、起動にゃ。大丈夫かにゃ。私は平気にゃ。爆発に巻き込まれるのは慣れてるにゃ。結局またこのお家にゃ。私がどんなに努力したって意味にゃんて。にゃ、その黒焦げのたい焼きはまさかこのカバンで作ったやつかにゃ。そんなの食べて大丈夫かにゃ。お腹痛くないならいいけど、でも本当に美味しいのかにゃ。それなら私も、うん、まあこれまでの中では一番かにゃ。やっぱり焦げてるからお客さんに出せるレベルじゃにゃいけど、確かにそうにゃ。私はせっかちだから全部急ぎすぎちゃったにゃ。せっかくここまで頑張ったにゃ。もう少し頑張ってから諦めても遅くはないにゃ。手始めに失敗した試作の分析にゃ。それから工場長にお願いして設計図のアドバイスをもらうにゃ。連日作業覚悟で挑むにゃ。ちょっと見てほしい設計図があるにゃ。たい焼き一ついかがかにゃ。毎度にゃ。にゃー、また失敗にゃ。でも次は成功するかもしれないし、もう一回だけチャレンジにゃ。多分ここの線をこっちとつなげればいけるはずにゃ。早速作業に。この前にちょっとだけ休憩。まだ途中だったのに。うにゃ、全部終わってるにゃ。一体どういうことにゃ。おはようにゃ。ってもしかして君が全部やってくれたのかにゃ。君は本当に頼りになる相棒にゃ。よーし、もうひと踏ん張りにゃ。ここから先は私が引き継ぐにゃ。というわけで、新ワンダーバックニャンゴーの完成にゃ。仕事前にちょっと試食してほしいにゃ。完璧にゃ。これならお客さんに出してもいいにゃ。早速今日の昼休憩から試してみるにゃ。
たい焼きはいかがかにゃ。今日のたい焼きはいつもと一味違うにゃ。おもちゃ工場の技術で作った渾身のたい焼きにゃ。機械で作ったたい焼きか。見た目は普通だけど、すごくうまいぞ。玉木さん、今日はまだたい焼き残ってるかしら。子供たちにも食べさせたいから持って帰りたいの。毎度にゃ。まだまだたくさんあるからみんな買ってってにゃ。にゃ見たかにゃ。みんな喜んでくれたにゃ。けどまだ改良は必要にゃ。味のクオリティは無限にゃ。もっともっと努力して美味しいたい焼きを作るにゃ。手伝ってくれてありがとにゃ。これはお礼のたい焼きにゃ。さらに君の活躍に免じて大大サービス、私が食べさせてあげるにゃ。はい、あーん。どうかにゃ、美味しいかにゃ。いい笑顔にゃ。それなら明日から出してみるにゃ。それで君さえよければ明日もまた手伝ってくれないかにゃ。明日だけじゃなくて明後日も。つまり玉木のたい焼き屋の正式なメンバーとしてこれからも私と一緒にたい焼きを作ってほしいにゃ。私今回のことで分かったにゃ。やっぱり一人でやるより誰かと一緒の方がいろんなことができるようになるって。どうかにゃ。ありがとにゃ。それじゃあこれからよろしくにゃ。売り上げは安定してるにゃ。している時こそが次の仕込み時にゃ。そこで計画を立てるにゃ。とは言ったもののこれがまた難しくてにゃ。いいアイデアでも転がってないかにゃ。にゃ、お前はこの間の。そこで待ってるにゃ。また来るんじゃないかと思って猫缶を用意しておいたにゃ。この子たちはこのおもちゃ工場の周りで暮らしてるみたいにゃ。時々遊びに来るにゃ。よしよしにゃ。猫缶は美味しいかにゃ。その顔を笑う仕草ほんと可愛いにゃ。お前も一緒に考えてくれるかにゃ。たい焼き屋をもっと盛り上げるアイデア何かないかにゃ。何をついてきてほしいのかな。むにゃ、工場にゃ。他にもあったなんて知らなかったにゃ。あー、なるほどにゃ。装置が壊れてるから使われなくなったみたいにゃ。でも今の私なら直せそうにゃ。そうすればまたたくさんのおもちゃを作れるように。いいアイデアがひらめいたにゃ。ここで私のオリジナルおもちゃを作るにゃ。コンセプトはこれにゃ。もらうまでドキドキ、もらえばハッピー。たい焼き1個買うとついてくるおまけおもちゃにゃ。たい焼き屋はランドソル中にたくさんあるにゃ。味のクオリティ以外で差別化を図るにはサービスしかないにゃ。そうと決まれば昼休憩後に早速工場長に相談にゃ。聞くにゃ。あの古い工場を使ってもいいって許可もらえたにゃ。君も手伝ってほしいにゃ。というわけで完成にゃ。どうかにゃ。そうにゃ。それでお腹を押すとたい焼き買ってにゃ。って声が聞こえるにゃ。
これ画期的じゃないかにゃ。反応いまいちにゃ。それなら声のバリエーションを追加するにゃ。ついでにおもちゃのカラーも。まあちょっと予算オーバーだけど、でもこれは絶対売れるから大丈夫にゃ。大丈夫にゃ。私はたい焼きの味にもこだわるけど、おもちゃのクオリティにも厳しいにゃ。そうと決まれば早速明日からおまけをつけてみるにゃ。は、君待ってたにゃ。回転する前にこのおもちゃを見てってにゃ。皮の質感とか手触りとか、それに匂いにもこだわったにゃ。にゃ、こんなに作って大丈夫なのかって。むしろ作り足りないぐらいにゃ。だってこのクオリティの高さにゃ、お客さんにも伝わってあっと驚かれるにゃ。それじゃあ早速販売開始にゃ。なんでにゃ、なんでみんな受け取ってくれないにゃ。こんなにクオリティが高いのに。私なら1個じゃなくて100個は欲しいぐらいにゃ。保存用と鑑賞用と普段使い用と普及活動用と、どうしようにゃ。こんなに在庫抱えちゃって、利益はプラスどころか超マイナスにゃ。一体何がいけなかったのかにゃ。私が売るたい焼きと一緒にゃ。お客さんに笑顔になってほしいからにゃ。だからお客さんが喜んでくれそうなおもちゃを。そうにゃ、私が喜ぶものを作って、お客さんが喜ぶものを作れてなかったってことにゃ。もう一度考え直すにゃ。君、お昼ご飯を食べながら作戦会議にゃ。ダメにゃ、何にも思いつかないにゃ。頭真っ白にゃ。なんにゃ、ご飯はもうないにゃ。あ、そうじゃにゃい。ああ、もしかして私を慰めてくれてるのかな。気まぐれでスリスリしてくるのたまらないにゃ。あっちの猫も毛づくろいしてるにゃ。あのピンと張った足はセクシーにゃ。それにあっちの猫もおててをたたんで座ってるにゃ。あのまん丸のフォルムがたまらないにゃ。にゃ、やっぱり疲れた時にはたい焼きと猫にゃ。これはランドセルの一般常識にゃ。癒されるにゃ。そうにゃ、これにゃ。昼休憩まだ終わらないうちに。君、ちょっと待ってるにゃ。お待たせにゃ。ということでお披露目にゃ。猫フィギュアにゃ。毛づくろい中の猫のポーズをフィギュアにしたにゃ。猫の可愛さをギュッと凝縮した渾身のおもちゃにゃ。どうかにゃ。そうにゃそうにゃ、他にもいろいろ考えてみたにゃ。ちょっと待つにゃ。ということで今回ご紹介するのはこちらにゃ。丸まって寝てる猫フィギュア、満月よりも丸くてかわいいにゃ。続いてこちらにゃ、寝たまま伸びをする猫フィギュア、ちょっと視線をこっち向けてるのが特徴的にゃ。そしてこれは調子に乗って作ったおまけのおまけ、たまきフィギュアにゃ。あたしがにゃんこポーズしてるプレミアにゃ。ふふん、きっとこういうのが好きだと思って。どうかにゃ、欲しいかにゃ。にゃ、たまきフィギュアを作るなんて冗談にゃ。本気にしないでほしいにゃ。まったく
恥ずかしげもなくそんなこと言って、君ってば本当に素直というか、なんというか。ともかく俺はボツニャ。それにしてもまた作りすぎちゃったニャ。この中からどれをおまけにするのがいいか。いや、待つニャ。いっそのこと全部混ぜてどれか一つ当たるっていう遊び要素を入れてみるニャ。今回は君も気に入ってくれてるみたいだし、うまくいく気がするニャ。明日からもう一回チャレンジニャ。いらっしゃいニャ。今日からたい焼き1個買ってくれた人にはこの猫フィギュアをランダムでプレゼントするニャ。買ってくれた人はこの箱の中にあるカプセルを取ってニャ。そのカプセルの中にフィギュアが入ってるニャ。開けるまでドキドキ、開けたらハッピーニャ。このおもちゃよくできてるな。子供が怪我をしないようにヤスリもかかってるし、おまけでも妥協してないあたり好感が持てる。この抱きついてくる猫フィギュア、指輪みたいにつけられるのね。かわいい。あ、みんなこれ見てよ。にゃにゃにゃ、たくさんお客さんが集まってきたにゃ。冬じゃないけど効率よく行くにゃ。にゃたは過去最高の売り上げにゃ。猫フィギュアは私にとって招き猫だったにゃ。モデルになってくれた猫たちにはトゥンヌス入りの高級猫缶をたくさんプレゼントして恩返しするにゃ。おにゃ、君も猫フィギュアが欲しいからたい焼き買うのかな。毎度ありにゃ。それじゃあこの箱の中からカプセルを取ってにゃ。何が当たるのか楽しみにゃ。ここからは私が実況中継してやるにゃ。おっと、どうやら運命のカプセルと出会ったようにゃ。高々と掲げたそのカプセル、果たしてその中身は。オープンにゃ。にゃ、あー、なんでにゃ、なんでにゃ、なんでたまげフィギュアが入ってるにゃ。ボツにしたはずなのに。まさか、ちょっと確認してくるにゃ。たまきフィギュアの方が装置にセットされてるにゃ。急いで準備してたから間違って購入しちゃったのかもにゃ。君、それ私に返してにゃ。それはそうだけど、そうだけど、あそこに空飛ぶ猫が飛んでるにゃ。なんて嘘にゃ、好きやりにゃ。やつにゃ。さてと、私もたい焼きを一つ。あれ、二人とも何してるの。返すにゃ、返すにゃ、私に返すにゃ。たまきくんがぴょんぴょんと跳ねている姿は、なんとなく猫じゃらしにじゃれつく猫ちゃんを思い出すね。お取り込み中みたいだし、また明日買いに来ようかな。それじゃ、お邪魔しました。もう年下のくせに年上の言うことは素直に聞くにゃ。言うこと聞かないとまかないを減らすにゃ。ああ、嘘嘘嘘にゃ。背伸びは届かないからなしにしてほしいにゃ。とにかく、とにかくお金払うから、そのフィギュアを渡すにゃ。
悠々しき事態にゃ。何も聞かずにまずはこれを見るにゃ。そうにゃ、私がおまけの中に入れちゃった黒歴史にゃ。玉木フィギュアはすでに自主回収済み、未回収分は君が持ってるあの一個だけにゃ。早く返せて小言を言ってやりたいけど、ひとまず置いておいて。もう出回っていないはずのフィギュアがどうしてここにあるのか、君には推理できるかにゃ。ヒントにゃ、このフィギュアの尻尾をよく見るにゃ。鍵爪型になってるし、そもそも尻尾が1本しかないにゃ。何より可愛くないにゃ。つまりこれは偽物にゃ。ちなみにこのフィギュアを持ってたのは常連のお客さんにゃ。とある露店でこのフィギュアを特別価格で購入したらしいにゃ。でも私がその露店へ行った時にはすでになくなってて、悔しいけどそれ以上の追跡はできなかったにゃ。だから泣く泣く引き返してきたわけだけど、それにしてもこのフィギュアは何にゃ。真似するならとことん追求して真似してほしいにゃ。当然にゃ、後出しのくせにクオリティが低いってどういうことにゃ。お客さんを喜ばせようっていう精神が欠落してる証拠にゃ。よく言ってくれたね、玉木くん。むにゃ、工場長、もしかしてたい焼き買いに来てくれたのかにゃ。うん、そのつもりだったんだけど、今日は定休日だったんだね。それはそうと、今の玉木くんの怒りの声、胸がスカッとする思いがしたよ。実はうちで出しているおもちゃも贋作を作られててね、色違いとか幻の製造番号とか、そういったでっち上げをして高値で商売しているらしい。噂によると、とある貴族が集団を率いて贋作を作らせているらしいんだ。私はそれが許せなくて、その貴族の屋敷まで抗議に行ったんだけど、門前払いだったよ。証拠がない以上、騎士団に相談もできない。その間にも贋作は作られ続けて、完全に泣き寝入りさ。その猫フィギュアの贋作を作ったのも彼らの仕業なんだろう。悪行が見逃されるだなんて、世も末だよ。工場長、よければもっと詳細な情報をランドソルにある目安箱へ投函するにゃ。弱い者の味方、ファントムキャッツがきっと何とかしてくれるにゃ。ファントムキャッツというのはあの貴族のことかい。そうだね、ダメ元でお願いしてみようか。ありがとう、玉木くん。それじゃあ私はこれで。久々に本業にゃ。夜になったら行動開始にゃ。最初に言っておくけど、今回君は留守番にゃ。正義の行いとはいえ、やっぱり一般人を危険に巻き込むのは私のポリシーが許さないにゃ。とにかくおもちゃ工場の人たちを助けるのはこのファントムキャッツの役目にゃ。うにゃ、君ってやつは本当にいつもぼーっとした顔をしてるくせに、こういう時だけほんとずるいやつにゃ。わかったにゃ。確かに君には何度も助けてもらったし、それならちょっとだけ手伝ってもらうにゃ。ただし、もちゃだけは絶対にしないでほしいにゃ。もしピンチになったら、私は君を逃がすことを優先するにゃ。君もそのつもりでいてほしいにゃ。そんな嫌な顔するにゃ。大丈夫にゃ、もしもの話にゃ。そうと決まれば早速準備にゃ。工場長の手紙によれば、贋作に手を染めている貴族はこの屋敷で暮らしてるみたいにゃ。他の屋敷と比べてみても塀が高いにゃ。相当警戒心が強いみたいにゃ。やっぱり何かを隠そうとしているのかもにゃ。それじゃ探索を開始する前に改めて確認にゃ。今回の目的は贋作の証拠を見つけることにゃ。証拠さえつかめば、あとは法が裁いてくれるにゃ。侵入方法は門からだと見張りがいるから無理にゃ。
それなら塀を登るしかないけど。ここで私の秘密の道具の出番にゃ。手袋と靴をこうやって押すと鍵爪が出てくるにゃ。これを使えば壁を楽に登れるにゃ。名付けて猫の爪登り。壁を勢いよく登る猫からアイデアをもらったにゃ。もちろん君の装備品にもバッチリついてるにゃ。それじゃファントムキャッツ活動開始にゃ。さすが私にゃ。侵入なんて朝飯前にゃ。ん？そこに誰かいるのか？気のせいか。ま、この屋敷に侵入できるやつなんていやしねえか。にしても用心棒100人を屋敷中に配備するなんてな。ま、神経質にもなるか。地下のあれを見られりゃ旦那も終わりだ。ああ、にしても暇だぜ。あっち行って仲間とちょっと飲むか。危なかったにゃ。とっさに隠れなかったら計画が失敗するところだったにゃ。あいつ、地下がどうのこうの言ってたにゃ。私たちもそこへ行ってみるにゃ。これは工場にゃ。それに見るにゃ、これうちで作ってるおもちゃにゃ。でもうちのとは作りが違うにゃ。というか雑にゃ。組み立て方といい塗り方といい全部なってないにゃ。毎日毎日おもちゃを組み立ててる私にはわかるにゃ。わかるからこそやっぱり許せないにゃ。人の努力と夢を横からかっさらっていく悪党が。君、設計図を探すにゃ。隠したいものは見張っておきたいはずだし、長年の経験から言えば貴族の部屋にあるはずにゃ。こうなったら一部屋ずつ探していくにゃ。私の勘ではこの壁の中にゃ。やっぱり金庫発見にゃ。それじゃちょっと失礼して。おい、侵入者だ。ここに侵入者がいるぞ。みんな来てくれ。にゃにゃ、バレてしまったにゃ。こうなったら金庫を開けるのは君に任せるにゃ。金庫を開けられるか不安？そこは心配しなくて大丈夫にゃ。君に貸してあげたその腕は、それを金庫にセットすれば番号を探し当てるサポートをしてくれるにゃ。それまでは私が雑魚の相手をするにゃ。魚なら私にお任せにゃ。一人残らず調理してやるにゃ。小娘一人に何ができる。はぁ、猫猫パンチにゃ。なんであれや、カバンからでっかい手が出てきたぞ。説明するにゃ。これはたい焼きメーカーを改良して作った必殺道具カバンにゃ。ちなみに今のは猫の手アームにゃ。肉球パンチでメロメロにならないやつはいないにゃ。誰か旦那に連絡しろ。それと応援を。再び説明するにゃ。こんなガムガムボールにゃ。これを浴びたら口が塞がって喋れなくなるにゃ。君、金庫は空きそうかにゃ。上出来にゃ。それで設計図は。やっぱりあったにゃ。ファントムキャッツの猫ひげがビビッときたからそうじゃないかと思ったにゃ。それじゃその窓から撤収するにゃ。外へ出ちゃえばもう安心。残念、君たちのゲームも
ここまでだよ。用心棒たちに囲まれたにゃ。この厳重な警備をくぐり抜け、目的のお宝を手に入れ攻略完了。ゲームに勝ったつもりでいるようだが、爪が甘いね。さあ、おとなしくその設計図を渡せ。人生までゲームオーバーにはなりたくないだろう。とはいえ、君たちにも考える時間を与えてやろう。10数えるまで待ってやる。さすがにこの数を相手にするのは無理にゃ。最優先はこいつを安全に家へ返すことにゃ。だから仕方ないけど、にゃ、こいつこんなところで何ふざけてるにゃ。って、なんでそんな真剣な顔してるにゃ。もしかして私の考えを読んで怒ってるのかな。わかったにゃ。後輩にカッコ悪いところは見せられないにゃ。ここは意地でも二人で一緒にピンチを乗り越えてやるにゃ。君、ちょっと一か八かの大爆地を打つにゃ。成功するかわからないけど、最後まで付き合ってくれるかにゃ。ありがとにゃ。さて、カウントは終了したよ。それで君たちの結論は？そんなの決まってるにゃ。設計図は絶対に渡さないにゃ。そんでもってゲームオーバーはお前の方にゃ。そうか、全員かかれ。あの泥棒猫たちを引っ捕らえろ。今にゃ。君、私にしっかりしがみつくにゃ。なんだこの煙は。いない。一体どこへ逃げた。旦那、上を見てください。あいつら空を飛んでますぜ。何？にゃー。その名も空飛ぶたい焼きメーカーにゃ。この鉄槌が下るまで首を洗って待ってるがいいにゃ。うまくいってよかったにゃ。これで明日工場長にもいい報告ができそうにゃ。君も協力してくれてありがとにゃ。って、どこ変わってるにゃ。え、落ちそう。それはダメにゃ。しっかり私にしがみつくにゃ。でも、だからってそこを掴むんじゃなくて。分かってるにゃ。必死な顔をしてる君に言うのは酷って分かってるけど、だけどそこは敏感だから触らないでにゃ。これが最後のたい焼きにゃ。外はサクサクで中はふっくら、あんこもたっぷり入ってるにゃ。おいしく召し上がれにゃ。わあ、ありがとう。お姉ちゃんがまたお店を開いたら絶対に買いに行くから。バイバイ。行っちゃったにゃ。おもちゃを作りながらたい焼きの調達、仕込みに販売までやって、本当に忙しい毎日だったにゃ。たい焼き工場をもう一度再建したくて始めたビジネスだけど、結局はあの笑顔のために頑張ってた気がするにゃ。君も手伝ってくれてありがとにゃ。なんというか、私はいつも君に助けられてばっかで、割に合ったお返しなんて一つもできてないけど、これ
私からの最後のまかないにゃ。ちょっと奮発してどうにゃ。こんなに大きなたい焼き、ちょっと興奮しないかにゃ。にゃ、なんでたい焼きが光ってるにゃ。見て、出張たい焼き屋さんだって。へー、店員さんが公園中を回ってたい焼き売ってくれるんだ。試しに注文してみよっか。お姉さん、こっちにたい焼き一つ。すみません、次は僕たちのところでお願いします。はいにゃ、すぐ行くにゃ。にゃー、今日は年に一度のグルメイベントだから、いつにも増して大忙しにゃ。お客さんに来てもらうんじゃなくて、店員が公園中を駆け回ってたい焼きを売る。確かに店長のアイデアは良かったにゃ。でもこれかなりの重労働にゃ。走り回りすぎてヘトヘトにゃ。まあ売り上げの数だけ特別手当を出してくれるって言ってたし、泣き言なんて言ってられないにゃ。とはいえやっぱり一人はきついにゃ。ちょっと休憩にゃ。にゃ、どうして君がいるにゃ。え、店長から頼まれて助っ人に来た。それは助かるにゃ。それで君が持ってるそれは何にゃ。ローラースケート、それも店長から渡されたのかな。なるほどにゃ。一日中走り回るのは大変だから、これを使えってことにゃ。店長、今日のグルメイベントで売り上げ1位を取るんだって燃えてたし、特別手当のためにもやってやるにゃ。何にゃ、君どうしてそんな不安そうな顔をしてるにゃ。なんでもないって。何か困ったことがあったらすぐに私を頼るにゃ。よし、ローラースケートも準備できたことだし、早速働くにゃ。それじゃ君も頑張るにゃ。にゃはは、スイスイ移動できるから楽にゃ。ボックスのたい焼きも空になったし、一旦戻るにゃ。ねえ、さっき階段で男の子が派手に転んでたけど、あれ大丈夫だったかな。ローラースケートに慣れてなかったみたいだしね。たい焼き全部ひっくり返しちゃって、あれは気の毒だったわ。おにゃ、それってあいつのことじゃ。確か階段って言ってたにゃ。後輩、そんなところで座り込んで何してるんだ。階段で転んだって聞いたけど、怪我はしてないみたいで何よりにゃ。にしても君が落ち込む姿は初めて見るにゃ。なんていうか、君は年下のくせに私よりも大人に見えるっていうか。とにかくそうやって耳を垂らしてる姿は年下らしくて可愛いにゃ。よしよしにゃ。ローラースケート初めてだったのかな。それならそうと言ってくれればよかったのに。なんて、ちょっと困った顔してた時に声かけてあげるべきだったにゃ。だから君の失敗は私の失敗にゃ。君さえ良ければミスを挽回するために使い方をレクチャーさせてもらえないかにゃ。え、僕に時間かけてたら1位を取れなくなっちゃう。そりゃあ最初は教育コストがかかるかもしれないけど、ここでしっかり私が君を教育して効率を2倍にすればもっとたい焼きが売れるにゃ。ここは先輩の腕の見せ所にゃ。任せるにゃ。よし、それじゃ早速練習にゃ。お姉さんが手取り足取りしっかり教えてあげるから期待してるにゃ。ほら、そんなまっすぐ立たない。生まれたての小鹿だってもっとマシな立ち方をするにゃ。このままじゃまた、おっとっと、ほら言わんこっちゃないにゃ。
私が受け止めてなかったら君はまた転んでたにゃ。いいにゃ。それよりいつまでお姉さんの胸を借りてるつもりかにゃ。そこはそんなに居心地がいいかにゃ。いつもやられっぱなしだったし、君をからかうのは楽しいにゃ。なんて一生懸命な君に失礼かにゃ。さて練習の続きをするにゃ。よし、手を離すにゃ。スイスイ滑れてるにゃ。これでもう私が教えられることはないにゃ。君も立派な戦力になったにゃ。ライバル店には追い抜かれちゃっただろうけど、勝負はこれからにゃ。君、私たちで大逆転をしてうちのたい焼き屋を1位にするにゃ。素直でよろしいにゃ。頼りにしてるにゃ、後輩。やったー、聞いたかにゃ。私たちのたい焼き屋が1位にゃ。最後の追い込みが良かったにゃ。後輩、ナイスファイトだったにゃ。おかげで特別手当もがっぽり。これでうちの猫たちに高級猫館を買ってあげられるにゃ。でもちょっとさすがにヘロヘロにゃ。どこか座る場所。にゃにゃにゃ、転ぶにゃ。危なかったにゃ。君が受け止めてくれて助かったにゃ。ありがとうにゃ。にゃそんな改まってお礼を言われるのはなんというかおそばゆいにゃ。私も普段は君に助けてもらってるし、君の手助けができて私も嬉しかったにゃ。だからこれからも良き相棒としてよろしく頼むにゃ。はい、お疲れ様。今回はいろいろ大変だったみたいだけど、結果的に絆が深まってよかったじゃない。気まぐれなあの子があんたを相棒として認めてくれてるのよ。これって前進よね。これからもマイペースに絆を深めていきなさい。それじゃ、またね。にゃ、今の夢は何だったにゃ。毎回毎回超不思議現象にゃ。私が君を助けてあげられてすっごく良かったというか、とはいえそれは夢の話で、今回は君に助けられてばっかりだったにゃ。でもおかげでいろんなことができるようになったし、ファントムキャッツとしてもパワーアップできたにゃ。だからいつか私が夢見た景色を君にも見せて恩返しするにゃ。それまでは私から目を離さない方がいいにゃ。